皆さんこんにちは、フェリシティです、うん、今回はライブ配信じゃなくて、他のギャンブル性のあるものを、それらをまあおはようよ、おはよう、よく眠れた、リセットロード上等でこの1日だけである程度頑張って増やしていこうと思います。というわけで行ってきます。行ってらっしゃい。あまり暗くならないうちに帰ってきてね。稼いでくるよ。わかった、そうするよ。どっからが一番近いかな。広場へ。即セーブ。まずギャンブル。亀レースか。いやあ兄さん、遊んでて。ハッカソン名物亀レースだよ。2回目の挑戦です。どれだけかける？もちろん最高にかけます。どの亀にかける？ハッカソンで一攫千金を狙うならこの亀レースしかないよ。なんでこんな差がついてるんだろう。そうか、これ2回目とかになるとゲージがかなり大きくなるんですね。さっきはものすごい他の亀が速かったのに。やったね兄さん、勝ったよ。もう一回どう？やらない。また来ます。ちぇ、サイコロか。上でやったりいかがですか。どうぞどうぞ。何枚かけますか。外見に似合わず結構言葉が丁寧です。では私から。よっしゃー、合わせて2。やっちまった。ピンゾロさえ出さなきゃお客さんの勝ちですよ。合わせて7。おめでとうございます。手堅いですね。まだ続けるでしょ。やらない。また今度にします。お待ちしてますよ。4000ね。これは
あら、いらっしゃい。今日は やりますよ。じゃあ選んで。私じゃなくて浅田さん。これどれだけかける？お年玉丸一だよ。全然関係ないところ行っちゃった。あ、これは3回できるんだな。よっしゃー、やるわね、兄さん。もっとする？しない。やめておきます。また来てね。とりあえずここの台の一番簡単なところで勝っておきたいな。よし、台を選んでくれ。さあさあ、一発勝負だ。一発勝負ね。どれだけかける？真ん中に落とせばどっちかに入らないかな。そのまま、よし。いい腕前じゃないの。もう一勝負どうだい？やめる。やめておきます。気が向いたらまた来てよ。11倍は難しいな、やっぱり。カメレースか。やあ兄さん、遊んでて。ハッカソン名物カメレースだよ。どれだけかける？どのカメにかける？なんで圧勝の時とそうじゃない時がこんなにはっきりと分かれてるんだろうな。まあ一応は亀の力で勝つってことにはなってますけど。もう一回どう？さすらいの初級ギャンブラー、どういうあれ出たの？また来ます。2万を超えたからかな。夜また来ましょう。ガチャガチャの、ガチャガチャのコンプリートですけども、どういう基準でやればいいかな。少しやっていくか。10回以内に出なければやり直す。少しやっていくか。いや間違えた。やめておこう。10回勝負でいきます。お、これは これ持ってなかったから一度ここで止めておきます。
少しやっていくか。クールだな。これは面白いな。これはいいな。やった。お、やった。まあ今回のガチャガチャの中で一番好きなやつなので、重機セットは必ず集めた状態にしといて、しておきたいですよね。やった。え、いきなり出たの、出たの。これまだ2回目だったのに。3回連続って。これは面白いな。オレンジが出すぎです。なるほどな。お、これは、いや、またかでしょ。オレンジが、これは、ちょっと、いいな。よくないよ。なるほどな。クールだな。ちょっと一回やめて、どういうシリーズがあるのかが確認。あとこれだけ？なんだこれは。ファイヤー。オレンジが9個で。少しやっていくか。
白いな。ファイヤーが出るならいいけど、ボールが出るなら、お、やった、もっと良かったんですよね。へえ、これでセットで売ることができる、売りやすくなる。オレンジはいらないんだ。これは、クールだな。どうなってんのこれ。これは面白いな。これはいいな。ボール当たった後すぐセーブしとくんだった。へえ、いやー、安いからといっても出なさすぎ。これボールじゃなくてファイヤーが当たりなのかな。これは面白いな。もうその可能性が、これは、そんなことないよね。なるほどな。へえ。なるほどな。そんな気がしてきた。って言ってるよ。お、これはちょっと一回やめる。いや、この位置にあるからレアじゃないとも言い切れない。どうなんだろう。やってみるか。クールだな。へえ。クールだな。やっぱりファイヤーが当たりのような気がするな。なるほどな。お、出た。これは面白いな。やっぱりこれ普通のやつなのかな。じゃあこれはいいな。トロフィーを獲得しました。少しやっていくか。クールだな。出た。これは面白いな。じゃあボールがレアってことでいいのかな。やっぱり、19はひどいな。結局オレンジよりもホワイトの方が出てしまったということで。
少しやっていくか。もう出た出た、よかった。隣のシェンムー1ウルッパセットはまあライブ配信の時にやりましょう。話のネタにもなるので。これだな、あとは。やってみるか。これってこの前頼まれたやつだよね。ないのが緑。いらっしゃいませ。どうぞ何でもお売りください。高額買い取りしますよ。セットで揃っている品を交換することもできますよ。売ります。こちらの品々でしたらこの価格で買い取りますよ。2で買って1で売れるのはいいよな、すごくこれ。せめて5で買ったやつは2とかにしといてほしいもんだけどね。毎度ありがとうございます。何でも買い取りますから、いつでもどうぞ。少しやっていくか。
出た。あー苦労したな。いらっしゃいませ。どうぞ何でもお売りください。高額買取しますよ。セットで揃っている品を交換することもできますよ。セットで揃っている品をお持ちでしたらこちらと交換しますよ。お年玉か。いらっしゃい。やりますか。ではお好きな台を選んでください。やったー。潮目が変わりましたかね。もちろんもう一回やりますよね。なんでだよ。また今度にします。ではまたお待ちしてますよ。まあここは我慢の時ですね。続けますか。ではお好きな台を選んでください。疲れた。潮目が変わりましたかね。もちろんもう一回やりますよね。また今度にします。ではまたお待ちしてますよ。あとはバケツか。石投げか。バケツ石投げやるかい。毎度よく狙ってけよ、イちゃん。毎度よく狙ってけよ、イちゃん。入った。ダメ。まあまあってとこだな。もう一勝負するかい。毎度よーく狙ってけよ、イちゃん。やっぱり赤はもうちょっと遠くへ飛ばさないと入らない感じですね。いやこ
このまま終われねえだろう。もう一勝負いっとけよ。毎度よーく狙ってけよ、イーちゃん。5000あったのに随分減っちゃったな。よしよし。ほうほう。ダメですか。まあよしとしよう。やるね、兄ちゃん。この調子でどうだ？もう一勝負。やらない？また今度にします。そうかい。じゃあな。すいません。なんじゃ。巻き割りやらせてください。おお、そりゃ助かる。あんた、筋がいいの。少なくて申し訳ないが、取っといてくれ。やめておきます。無理にとは言わんよ。いつでも待っとるぞ。じゃあ次は、また店の中にいるとああやああなるのか。暗くなってきたな。シェンファの家に帰るか。ジョイパークに。これは課長風月よ。やってかない？悪いけど前払いよ。よし。課長風月、どれにかける？ここだ。葉月の月だ。入るわよ。よし。好きね。あらやだ、お兄さんの勝ちよ。勝負はこれからよ。もう一勝負しない？また今度にします。さらに倍になっていくとかだとやるんだけどな。これは課長風月よ。やってかない？悪いけど前払いよ。よし。課長風月、どれにかける？入るわよ。よしよし。鳥ね。あらやだ、お兄さんの勝ちよ。勝負はこれからよ。もう一勝負しない？やらない。また今度にします。カメレースか。
やあ兄さん、遊んでって。ハッカソン名物カメレースだよ。どれだけかける？どの亀にかける？耐えろ。やったね兄さん、勝ったよ。もう一回どう？また来ます。ちカメレースは確実だけど、時々絶対無理なことありますからね。ここにもあるのか。はい、いらっしゃい。よし、台を選んでくれ。どれだけかける？ここで終われないだろう。もう一回どうだい？よし、台を選んでくれ。どれだけかける？よし、まあ、ただ2000使っちゃってるからな。今度は勝ったな。もちろんもう一回やるだろう。やめる。やめておきます。帰る。気が向いたらまた来てよ。一日が終わりました。まあそこそこのそこそこの収穫ということで。テニスセットが一応コンプリート、釣りセットもコンプリート、重機セットも再度コンプリートでして、宝石セットもコンプリート。ボールはライブでやったのであれです。アイテムもこの3つをもらって、木札もそれなりに増やして、お金は減ったという感じですね。おかえり、リョウ。ただいま。シェンファー。明日も早いわ、リョウ。ゆっくり休んでね。そうするよ。じゃあこれだけもらっておきます。もらっておこう。もらっておこう。じゃあこの状態で一日飛ばして、もう次のライブからまた始まるという感じですね。それでは次のライブ配信の方をお楽しみに。見てから、これを後から見る人も多いかもしれませんけど、一応記録として残しておきます。それでは